のお花気に入った。うん、ブライダルベールって名前も、小さくて白いお花もめっちゃ可愛いんだもん。あ、もしかして花言葉も可愛いのかな。やっぱり気になっちゃうよね。ブライダルベールの花言葉は幸福、豊かさ、花嫁の幸せ。花嫁の幸せか、いいな、結婚式憧れちゃうよね。あれ千雪さんと天下ちゃんはそうでもない？あ、ううん、とっても素敵だよね。ドレスとかティアラとか。うんうん、千雪さんが花嫁さんになったらめっちゃ素敵だと思う。ありがとう。でもどうなのかな、なれるのかなって気持ちもあるし、なりたいのかなって気持ちもあるし、私あんまり結婚に向いてなかったりするのかも。そうなの？天下ちゃんは結婚素敵だなって思ったりする？あんまり考えたことないかも。アマナ、花嫁さんはみんなの憧れだと思ってたわ。でもちょっと嬉しいかも。天下ちゃんが先に結婚しちゃったらアマナ悲しいから。なあちゃんは結婚する？え、どうかな、今はわからないけど。いつかはする？いつかいつかは、いつかは。そっか。違うよ、なあちゃんが幸せになるの嬉しいよ。けどなあちゃんいないと天下。じゃあ天下ちゃんは私が幸せにしちゃおうかな。よかったら私のお嫁さんになってください。これからもずっと一緒にいましょう。待って、だったらアマナも天下ちゃんと千雪さんをお嫁さんにする。なあちゃん。それじゃあ三人で。あ、準備はできてるけど。ダメです。これから結婚式なので。